こんにちは。楽和会音羽記念病院透析室看護師の川南です。臨床工学技師の吉川です。この動画では透析治療について分かりやすく解説します。前半は透析治療が必要になるまでの概要を、後半は透析治療の仕組みについてお話しします。透析と聞くとどんなイメージが浮かびますか？制限が多いや自由な時間がなくなるなど、あまり良くないイメージを持っている方が多いと思います。それらは知らないこと、わからないことが多いことが原因かもしれません。これから少しでも腎臓や透析について知ってもらえるように説明していきます。さて、現在どれくらいの人が透析を受けているかご存知ですか？2020年時点で34万人以上が透析治療を受けています。透析患者さんは年々増加しており、以前は透析をすると短命になるなどと言われていましたが、今は透析患者さんの平均年齢も70歳と高齢になってきています。透析治療が必要となる病気で一番多いのは糖尿病です。次いで腎硬化症、糸球体腎炎などがあります。腎臓では尿を作っています。尿は1日で約1から2リットル作られ、体に入った老廃物や水分を体の外に出す働きをしています。またビタミン D を活性化させ丈夫な骨を作ったり、血液を作るホルモンを出したり、血圧を調整するなど、腎臓はたくさんの役割を担っています。腎臓病は徐々に進行していきますが、ひどくなるまでほとんど自覚症状がないため、腎臓は沈黙の臓器と言われています。そのため気づいた時にはだいぶ悪くなっていることも珍しくありません。腎臓が悪くなっていくと、顔や足がむくむ、息が苦しくなる、食欲がなくなる、骨が折れやすくなるなど、さまざまな症状が出てきます。慢性腎臓病の治療では、その進行度に合わせて5段階に分け、そのステージに応じた診療計画を立てていきます。ステージ2から4の場合は保存期と呼ばれ、腎臓が悪くなるのを遅らせるため食事療法や薬物療法を行います。ステージ5まで進行すると、透析療法などの腎代替療法を開始することが多いです。保存期の治療は食事療法と薬物療法が主です。食事療法では十分なエネルギーの確保と塩分、タンパク質の制限などを行います。薬物療法では腎不全の進行を遅らせ、合併症を予防するため、高圧薬、利尿薬、カリウム吸着薬、リン吸着薬などが処方されます。日常生活において過激な運動は避け、しっかりと休息をとり、風邪などの感染に注意して過ごす必要があります。腎臓病が進行し、先ほどのような症状が出てきた時には、腎代替療法を選択することになります。腎代替療法は血液透析、腹膜透析、腎移植があり、どれもメリット、デメリットがあります。選択する際はしっかりと説明を受け、どれが自分に合っているかを考えて選ぶことが大切です。透析治療とは、腎臓の代わりに血液から老廃物や余分な水分を取り除く治療です。血液透析と腹膜透析があり、今回は血液透析について解説します。一連の流れとしては、血管に針を刺し、血液を透析液と一緒にダイライザーに流すことで血液中のたまった老廃物を除去、そしてきれいにした血液を元の体内に戻すといった治療です。ここでは透析について3つの項目に分けて説明します。血液透析は 3,4 時間の間、血液を循環させてきれいにする治療です。まず体から血液を引き出すところと、
きれいにした血液を体に戻すところが必要です。つまり針を2本刺します。その2本の針を刺しやすく、また大量の血液を引き出せるようにするために手術をします。具体的には腕の動脈と静脈の一部をつなぐことで静脈の血流を増やし、しっかり透析ができるようにします。このような血管をシャントと呼びます。血液を浄化する筒を透析器、ダイヤライザーと言います。ダイヤライザーの中では血液と透析液が膜1枚を介してそれぞれ流れています。ダイヤライザーの中には細い管が大量に入っており、血液はその管の中を通り周りを透析液が流れます。管には非常に小さい穴が開いており、そこから血液中の老廃物や尿として出ていくはずだった水分が取り除かれます。つまり尿を作る腎臓の糸球体と同じ働きをしているのです。透析液からは血液に不足している成分が補充されます。透析液とは血液から老廃物や余分な水分を取り除くために電解質濃度が調整された透析液です。ダイヤライザーにて過剰な水分や血液成分がやり取りされますが、これは成分の濃度が高い方から低い方へ移動する原理を利用しています。これらの透析治療をさらに効率よくした治療としてオンライン透析があります。オンライン透析では通常の血液透析に加えて透析液をそのまま補充液として体内に入れます。それをダイヤライザーでろ過することで大量の液置換ができ、より多くの老廃物が除去できます。また通常の透析より心臓に負荷がかかりにくく、血圧低下を軽減する効果もあります。当院ではオンライン透析機器を103台導入しており、透析液の水質も最高水準を満たすように取り組んでいます。いかがでしたか？楽和会音羽記念病院は高度なシャント技術と透析治療を中心とする腎疾患の総合病院です。シャント作成手術や透析治療だけでなく、医師、看護師、臨床効果技師など多職種が連携して透析患者さんの損傷ケアも定期的に行っています。また透析治療中の時間を利用して理学療法士が患者さんへ運動指導をするなど、透析患者さんが少しでも健康的に過ごせるよう多角的な支援をしています。お仕事と両立しやすい時間帯、早朝から夜間までの外来透析も行っております。詳細は当院のホームページをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。